東ティモール国内の読書キャンペーンのポスター、東ティモールの文化は、ポルトガル、カトリック教会、インドネシアなどのマレー民族、土着のオーストロネシア語族の文化など様々な文化の影響を受けている。最も有名な東ティモールの作家は、シャナナグスマンである。彼は、ティモールのレジスタンス組織、東ティモール独立革命戦線のリーダーであり。 独立後の現在は、東ティモールの首相を務めている。彼は独立闘争に参加している最中に2冊の本を書いた。彼は、視野絵画にも上じ、東ティモールの人々の文化、価値、技能について記した作品も作成している。有名な東ティモールの作家としては他に、ルイス・カルドソ、フェルナンド・シルバン、ポンテ・ペドリーニャ、ジョルジバロス、ドゥアルテ、クリソディオ・アラウジョ、 ジョルジュ・ラウテン、フランシスコ・ボルジャダ・コスタ、アフォン・ソブ・サメタン、フィトゥン・フィクラがいる。東ティモールでは、ポルトガルの植民地となって、以降、名目上は、カトリック教国であった。1975年から1999年まで、インドネシアの支配下にあった当時、カトリック信仰は、東ティモールの文化の中心的な役割を果たしていた。ポルトガルの支配下に入った当初は、 東ティモールの多くは、精霊信仰を行っており、カトリックを信仰する者は少なかったが、インドネシア支配下に置かれたことで、カトリック信者の数は爆発的に増えた。これにはいくつかの理由がある。まず第一に、インドネシアはイスラム教を信仰する国であったことである。インドネシアは5つの公認宗教のみ信仰を許可し、東ティモールの伝統的な信仰を認めなかった。 第二に、インドネシアの統治時代を通じて、バチカンと直結するカトリック教会が、東ティモール人が迫害を逃れるための避難所としての役割を果たしていたことが挙げられる。ディリ教区の首都座管理者であったモンシニオール・マルティーニョダ・コスタロペスは、インドネシア治安部隊によるレープや拷問、殺人、失踪などを含む人権侵害に抗議し始めた。 彼はジャカルタからの圧力に屈する形で1983年に辞職し若い司祭のモンシニョール・カルロス・フィリペ・シメネスベロにとって変わった。インドネシア政府は彼を政府に忠誠を誓う人物であろうと見ていたが彼は人権侵害に抵抗するだけでなく民族自決の議論も行い国際連合の事務総長宛てに国民投票の実施を求める公開書簡を送付した。 1996年、彼は亡命中であった独立運動指導者のジョゼラモス・ホルタと共にノーベル平和賞を受賞し、現在は東ティモールの大統領を務めている。スハルト政権による避難が行われたにもかかわらず、東ティモール独立運動を行った東ティモール独立革命戦線は共産主義を掲げており、指導者の多くは司祭になるための訓練を積んでいた。 彼らの哲学はおよそマルクス主義よりもラテンアメリカの独立運動で見られたカトリックの解放の進学に近いものであった。しかし現在国内に住む人の大部分がカトリック教徒であるにもかかわらず前代首相のマリアルカティリがイエメン出身のムスリムであったように宗教に関しては寛容である。東ティモールは国際オリンピック委員会を含む多くの国際的な スポーツ組織に参加している。IOC は東ティモールオリンピック委員会を正会員と認めている。シドニーオリンピックにおいてオリンピック期の下で独立オリンピック競技者として4人から構成される選手団が参加し、これが初のオリンピック出場となった。東ティモール陸上競技連盟は国際陸上競技連盟に加盟している。2003年4月、 東ティモールバドミントン連盟は国際バドミントン連盟に加盟した。東ティモール自転車競技連盟は国際自転車競技連合に加盟している。東ティモールスポーツ連盟は国際ウェイトリフティング連盟に加盟している。東ティモールは国際卓球連盟の正会員でもある。2005年9月、サッカー東ティモール代表は国際サッカー連盟に加盟した。 東ティモールは複数のスポーツイベントに参加している。メダルを獲得することはできなかったものの2003年にベトナムで開催された東南アジア競技大会に初出場した。同年にベトナムで開催されたアセアンパラリンピックにおいて東ティモールは銅メダルを獲得した。2004年のアテネオリンピックでは6人がオリンピックに参加し陸上競技、 重量を上げ、ボクシング競技に出場した。東ティモールは2005年の東南アジア競技大会において3つのメダルを獲得した。東ティモールは初めて出場した2006年のポルトガル五県競技大会でも女子バレーボール競技において同メダルを獲得した。2008年10月30日、東ティモールはカンボジア代表との国際 A マッチで2から2と引き分け、 初の勝ち点を獲得した。現在、東ティモールには独立に関する歴史的な出来事を祝う祝日があり、カトリックやイスラム教の祝日と同様に祝われている。東ティモールの祝日は以下の通りである。ありがとうございます。